そんな簡単に信じるんじゃ。岡田君、学校で相当なめられてるんですよ。しっかりしていただかないと。お宅のクラス相当評判悪いよ。聞くところによると、どうしようもないのだけ集められてるそうじゃないですか。最近は高校生でもとんでもないのがいますからね。警官見て逃げるなんてやましいことやってる証拠ですよ。